すいません、こいつどうしたらいいんですか。キャベツいいんですか。え、こいつさ、こいつの中入れとくやけやん。うん、おいしい。琥珀と、カンナも食べてな。じゃあ私白からいきます。美味しい。まだパチパチ残ってるかも。美味しい。カンナが最近ドハマりしてるスポーツがありまして、それは相撲です。一回私立浪部屋さんとコラボさせていただいて、していただいたんですよ、ギャルジャパンの方で。で、私絶対3月の、じゃあ1月かの初場所応援行きたいなと思って行ってきて、で妹も次の日、私と別の日に見に行って、今までにないぐらいほんまにすごい熱量で、でその初場所ずっとテレビで2人で見たりとかしてて、なんであんたもじゃない、なんであんたも毎日それを楽しみに。そうやな、もう目が輝くもんな。あ、こんなキラキラした目見たことないぐらいで、3月の大阪場所も一緒に見に行きたいなって言ってて、で私のお母さんのお姉ちゃんおばちゃんがもうずっと相撲が大好きで、いつ見に行くん、いつ見に行くんみたいな、でずっと連絡来てて、で立浪部屋さんに行かしてもらったみたいな時も、さ桐生孝さんとかお世話になったみたいな言ったら、え桐生孝ってどんだけすごいお相撲さんか分かってるみたいなんで永遠 LINE 来たりとか、すごいねんな。いやほんまありがたかった。しかも2人やで、2人同時ってすごない。おばちゃんはほんまに中学校の時学校帰り毎日行ってたらしい。周りみんなアイドルとか追いかけてるのに一人席で相撲をかけてたらしい。ちゃもろいよな。でも相撲よし、プロレスも好きやし、相撲もおもろいし、なんか相撲ってなんか究極な感じせえへん。毎日日々のさそこに出るって思ったらすごいよな。しかもなんか筋肉とかもやばいやん。足のさ、下半身がやっぱ大事なのね。なんかさ見に行って思ったけど、あのさ土俵のさ
スナミ部屋の宝石。しかもさ、星野龍さんってさ、めっちゃ若いよな。24とかやろ。一つ、これちょっと待って。これさ、こういうのってコーラでやるよな。本勝利でやってる。何これ需要あるか分からへんけどさ、葉月がたださ ASMR 憧れてるからさ一方的な動物的って言うなよ。